We lost our minds in the darkness of night. We live to die. We lose our souls every day. We lost our minds. We don't remember what's wrong and what's right. What's right. The world is dead, but we stay. Cause we are born as living fire. We are shadows in the neon light. We are shadows in the neon light. よっしゃまずったやろ、昨日ぐらい。うわぁ、バックリットは。うわぁ。ね、ソフトジャックベイト、はあ、やっぱり速さで瞬間的に行ってまうみたいな感じ。いいよ、記録やろね。とりあえず1本目、よっしゃ。いいや、バックルだよ、ほら。俺はあったでしょうかね。おったね。あれ最近なさあ皆さんこんにちは、いかがお過ごしでしょうか。今回はですね、ルアー紹介全くありません。梅雨の釣り、もしくは梅雨のちょっと前の釣りっていうのは今まで過去の動画で、説明してきました。今回はですね、この6月に起こりがちなというか、この6月に目安にしていただきたいような要素っていうのが一つだけあるので、まあ10分ぐらいね、僕が解説をして、もうそれだけです。ただこれを覚えておくことによって、場所の見極めだとか有効な場所エリアっていうのがいち早く見つけることができるかなと思うので、最後まで見てやってください。はい、さあこれからの時期、魚は産卵が終わって回復、そして夏へと季節が進行していくような最中になりますよね。で、夏になればなるほどシェード、まあ、日陰ですよね、流れ、そしてカバー、この3つの要素、この3つの要素は絶対夏必要な要素でもあるんですけれども、この流れっていうのが結構厄介で、個体によってはちょっと流れは嫌だな、まだいい、そこまでこうガンガンクーラーが効いたけんな、俺は行きたくない、寒い、寒がりだから。対してもういち早くそういう流れのあるところに行って餌をそこでガンガン振るとか、そういうバスがいる、まあ、大体その流れに対して、好んでるバス、嫌ってるバスっていうのがこう二極化される。で、一番大事なこの時期ですね、産卵直後でもないし、まだ真夏でもないっていう、この中途半端な季節、うん、流れの中を攻めるのか、流れのよれ、もしくは流れが当たらないところを攻めるかによって、その日のバスの状態だとか、その釣れたバスの考察っていうのができるようになります。はい、でこの時期僕が例えば川ですね、川なんかに行った時に、まあ五山川とかね、大江川とかよく地元では行ったりするし、まあ、霞ヶ浦水系なんかも昔はね、この時期、雑誌のロケとかでよくお邪魔してたんですけれども、まあ流入河川だとか、例えば五山川でいうと流れが当たる橋脚とか、もう流れガンガン当たっているところにあるカバーとか、まあそういうこう流れが発生している、流れがガンガン当たるような条件にある場所っていうのをまずこの時期攻めていきます。はい、そこで出てしまえばめちゃくちゃ多分コンディションが良くって、さっきも言ったようにいち早く回復していち早く餌をガンガン食っている個体っていうのが狙える。だけど、産卵直後にありそうなちょっと体力のない魚っていうのは、やっぱりそういう流れが強いところっていうのは嫌がるんですね。そもそもスポーニング、産卵自体も、フィールドの流れが当たらないところで産卵を行うことが多いんですね。
で、そこから徐々に夏に移行すればするほど流れを求めて魚も行く。で、その流れの中にあるカバーだとか、シェードだとかっていうものになるんですけれども、そのまだ流れはいいやっていう魚に関してはやっぱり流れが当たらない。例えば川だと蛇行するんで、インサイドとアウトサイド、そのアウトサイドっていうのはやっぱり川の流れがドンと当たるので、まあ、消波ブロックがね、腰すぎてあったりとかして、地形がえぐれないような仕組みになったりするところが多いと思うんですけど、そのアウトサイドほどやっぱ流れが当たりやすいので、じゃあそういう魚に関しては流れが当たりにくい実家はですね、こういうところを狙ったりだとか、カバーも表面は流れが当たるけど裏面は当たらない、ちょっと流れが前とか、地形的、それからこう、まあ、物によってね流れが変わるっていう、ところも川だったら多いと思うので、まずこの流れが当たる場所、当たらない場所っていうのをこうローテーションしながら釣りをしていきます。で、流れが当たるところで、ね、食えばどん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 そういった同じようなロケーションの場所を釣っていくっていう、そうすることによって次の一本っていう形でこう再現性がある釣り、に、なってきますし、逆に今度は流れが全く当たらないような場所、に、ルアーを通した場合に食ってくるってことも結構あるので、まあ、そういった場合はまだちょっと季節の進行が遅い、もしくはその魚に関してはもともとちょっと遅くって体力が回復まだしきれてないっていう、ができますよね。なんかね、騙せるものがなかったんだよな。ドオープンやもん。いや、もうラインがさ、途中の糸がもう、ちゃんと皮食ったと思った。あの、見とった。オープンできちゃったよ。あれでもまあまあいいわ。あれでも朝のやつは取り返せれるで。おっ、来た。よっしゃ。ちょっとちっちゃかった。まあいい、いないより全然マシ。後ろから追ってきたな。そうやな、もう一匹おったやな。やべやべ、 RV パークの進化ベアリング、おっし、取った。よし、アルビバグ、うい、700もないかな、650、700ぐらい。 OK、 とりあえず見えた。よし、とりあえず2本目。で、まあね、朝なんかはちょっとまだ冷えるタイミングも多いんで、朝はまだ流れに対してそんなにこうガンガン流れを求めて流れの中にいるってことは少なかったとしても、天気のいい日なんかはすぐに水温が上がってきたりするんで、そうするとですね、昼前とか例えば午後とかはもうガンガン流れの中に入っていって、流れがこう効いてるようなところで、魚が釣れるってこともあるので、一概にも朝ダメだったから夕方もダメかっていうとそうではなくて、特に晴れた日に水温の上昇が見込める日なんかは、朝はちょっと違ったとしても昼から水温上がって、そういった時には流れをね、もう一度しっかり攻めてもらうということもしていただくといいかなと思います。このようにですね、流れに対して魚がどういるかっていうところで、この時期のフィールドのバスのコンディションをいち早くこう察知することができて、ルアーローテーションの一つの目安になったりだとか、エリアの、まあ、この後どう回ろう、どこを回ろうっていうエリアの回り方の一つ目安になったりすると思うんで、ぜひね、特にこう流れが生じやすいような川、なんかはぜひそういった攻め方をしていただくと、より次の一本、二本につながっていきやすいかなと思います。はい。で、止水域なんかはインレットと呼ばれる、まあ、流れ込みですね。これもね、これからの季節、ものすごく有効な場所だし、いい魚ほどやっぱりそういうところに集まってきやすいんで、でそういうところはね、どうしても餌がね、餌も集まるんですよ。これから先っていうのはやっぱり
どんな生き物もやっぱ暑いと感じてて、うん、でバスだけじゃなくってバスが求める餌、まあ、それもやっぱりねこう流れの中に入ってきたりだとか同じようなこう動きをしていくのでやっぱりバスもリンクしてくると、うん、いうことが多いですよね。で、流れ込みなんかは流れがもう直接バーンと当たるところにいる時もあるし、流れのちょっと脇のこのちょっとしたこう反転してるようなあ、まあ、流れの寄りだったりで、やっぱ常にね流進にはちょっと入りにくい魚なんで、あの適度な流れだったらいいんですけど、あのガーッともう滝のように流れてるところなんかは、まあバスに関しては流進よりかはやっぱりそういうちょっとこう流れが少し寄れるような場所っていうのを重点的に攻めていってもらうとあいいかなと思います。まあそういうところではですね、まあビッグベイトもいいだろうし、ドッグウォーターもいいだろうし、フロックとかもいいだろうし、天気のいい日なんかはね、ノーシンカーを落としていってもらうっていう、うん、ああそういう釣りもねすごく有効になってくると思うんで、ぜひ流れに対してバスがどうポジションしてるか、まあ、これをねしっかり、把握した上で、釣りをしていくと、特にね川で釣りをしたりだとか流れのある場所で釣りをしたりする人にとっては、ああより釣りの一匹につながりやすいかなと思います。はい、パターンだな。これはいいね。いった。これよ。また軽いソフトジャックレート。ね。これね、もう尻びれにこう傷がついてて、あのアフターのメス。まあ回復、ほぼ回復。こういう尻びれとかね、尾びれの下っ側にはたいた跡あるじゃん。これがやつだ。で、餌をガンガン食ってるっていう、そういうことで、よし、やったぜ、いけてるやん。OK。 夏、暑いですよね。まあそういう時はですね、ガンガンクーラーの効いた部屋、居心地いいですよね。屋外よりも屋内の方が気持ちいいですよね、エアコン効いてるし。そして外に出たとしてもやっぱり日陰に集まりますよね、気持ちいいですよね。そういったようにバスにとってもこの3要素っていうのはものすごく大事なんです。流れ、カバー、シェード、はい、これすごく大事、夏のキーワードなんですけど、今皆さん自身が家にいたとしても暑い時はエアコン効いて気持ちいいかもしれない。だけど日によってはまだまだエアコンつけると寒い時ってあるじゃないですか。まだこうクーラーをつけるのにはちょっと早いなって思う時あるじゃないですか。バスにとっても一緒で、ちょっとまだね季節の進行が真夏寄りではない今、
ガンガン流れのある方はちょっと避けて、流れが当たるけど緩やかなところ、まあクーラーじゃなくてちょっと扇風機ぐらいだといいな、そういった感じで、まあ人間の結構ね特徴とねすごくバスって似てるんですよ、必ずしも流れが絡むと魚がいるかっていうと実はそうでもなかったりするのがこの時期なので、流れに対してどうポジショニングしているのか、自分が家にいて今クーラーをつけたら寒すぎないかな、今つけたらちょうどいいかなって感じるか、それは日によって違うし、気象条件によっても変わってきますよね。まあね、一つ、自分に当てはめてバス釣りをしていく、そして流れを攻略していくといいかもしれません。ルアーは過去に紹介したものを使ってもらえればいいかなと思います。